それでは1校目、坂田市立第6中学校の皆さん、よろしくお願いします。はい。はい、こんにちは。ロックンスターです。ロックンとは私たちの学校、坂田市立第6中学校の生徒会イメージキャラクターです。星のようにキラキラ輝くふるさとを多くの人に知ってもらい、さらに輝いていってほしいという思いを込め名付けました。 私たちの発表をどうぞお聞きください私たちは総合的な学習の時間に次のような取り組みを行ってきました。1年のとき、地域を知るというテーマでふるさと田んぼ身近な職業調べ、地域の高校調べを行いました。2年のときは地域に学ぶというテーマで職場体験学習を行いました。 三年の時は地域を考えるというテーマで職場体験において東京を訪れ地域の良さを発信する取り組みを考えてきましたまた三年間を通して地域貢献活動を行っています今日はそれらの活動について紹介しますまずは一年生の時の取り組みです一つ目はふるさと探訪で 酒田の観光地巡りを行いました三能クラブオランダせんべい相馬牢本間美術館本間家旧本邸酒田市資料館聖騎園日和山公園三居倉庫など学年全体で20カ所の観光地を訪れました半ごとにレポートにまとめ発表会を行いました また手作りパンフレットを作成しました観光地の情報や見どころを一冊にまとめましたこのパンフレットは訪れた観光地にも置いてもらいました三居倉庫にある庄内前歴史資料館では今でも紹介コーナーに展示してあります今回持参し 受付にも置いてあるのでぜひ手に取ってみてくださいまたおもてなし活動として2018年の8月に酒田に寄港したクルーズ船コスタネオロマンチカ号の乗客にも配布しました下船した乗客の中には外国人もいて英語で会話をしながら笑顔でパンフレットを配布することができました This is a pamphlet about Sakata City we madePlease take it and have a look おう、oh, thank you。マイプレジャー。このように配布してきました。二つ目の取り組みの身近な職業調べはインタビュー形式で行い。二年で行う職場体験学習につなげることができました。三つ目の取り組みの地域の高校調べは。現在の高校選択に役立っています。次に二年生での職場体験学習です。 日間職場で実際に働きましたホテルや病院保育園商業施設自衛隊の仕事を体験した人やし,した人もいますエプノンを実際に貸してもらったり建設関係では重機に乗せてもらったり普段体験できないことを経験しました挨拶の重要性や働くことの大変さおもてなしの心を持っての接客など 多くのことを学びました体験したことや学んだことをレポートにまとめ発表を行いいろいろな職業について知ることができました次に3年生での活動です坂田六中では修学旅行の際にパンフレットを東京の人に配布する活動を行ってきました先ほど紹介したパンフレットです 今年度も行う予定でしたが新型コロナ感染症による修学旅行中止のため残念ながら配布することができませんでしたそんなとき東京に山形県のアンテナショップがあることを知り置いてもらうことにしました銀座にあるおいしい山形プラザではとてもいい出来と褒めていただき Facebook でも紹介されていますまた今年はコロナ禍ということで 2年生の時の職場体験でお世話になった日本海総合病院や本間病院また三河町にある省内保健所に3年生全員で感謝のメッセージと傘服を届けました傘服は3年生のボランティア隊を募り制作しました6中の校庭にある木の枝を利用し感謝のメッセージとともにどちらも喜んでもらえてよかったです 最後に地域貢献活動について紹介します坂田六中には地区生徒会という組織があります地区ごとに自治会館や公園道路の側溝などの清掃活動や夏祭りの手伝いを行っています年間数回の活動ですが地域の一員として地域の方々と触れ合い共に活動していますさらに12年で学んだ地域の大切さや 地域の方々への感謝の気持ちを込めて私たち生徒会メンバーが企画してのボランティア活動も行っています昨年今年とあいにくの雨天でしたが学校周辺や地下道清掃など多く,のを多くの有志が参加しての取り組みとなりましたこれらの活動を通して坂田の良さを知ることができ自分の将来の生き方についても考えることができました これからも地域の方々に元気と勇気を届けられるような活動を続けられると思いますそして地域の伝統文化の継承に貢献できるような活動をさらに考えていきます高田で待ってんの以上で私たちの発表を終わりますえまずえ皆さんが コロナになって、えー、修学旅行が東京の方に行けなくなったその時に、えー、東京に山形のアンテナショップというような、えー、施設があるということはどななたたかからお聞きになりましたか先生があのアンテナショップがあることを教えてくださりみんなでせっかく作ったパンフレットなのでそこに置いてほしいということで先生に 申し込んでもらい置いてもらうことにしましまた、はいえー、と皆さんの,あのずっと継続的な活動があの単に地域を知るから始まって皆さん自身のいわば3年間のステージキャリア教育に深くつながってそのキャリア教育そのものが地域への貢献というものと接続しているということで大変あのこちらはあの発表を聞いててとても元気がもらいましたありがとうございました。